さあこれでね J リーグ残り3試合となりまして、ヴァンフォーレ甲府アウェーでの山形戦っていうのはねちょっと苦手にしてたんですけど、そこでね見事な勝利、まあ、バレーがね弾かれたところ長木翔が押し込んだそうでしてね、まあちょっと忙しくて見れてないんですけど、いや見事な勝利でございます。まあレポートなんか見ると山の神山岸さんがスーパーセーブしてたところに、これまでノーゴール、リーグ戦ノーゴールの稲垣翔がようやく決めたと、まあ、稲垣翔もね去年も天皇杯ではねいいゴールを決めてたんですけどもね、まあJリーグ初ゴールということでおめでとうございます。まあね汗かき役としてねやってきて、それでねゴール決めれねえってんでねいろいろと戦えてもいましたけども、まあそれだけにいや山形まで行けばよかったと思うぐらい、そんなお金もないというぐらいで、ね、山形遠いんでちょっとあれなんですけども、あもうだから、ね、みんなこれ50万回ぐらい見てくれるとねちょっと山形行こうかねとかね入ってくるかもしれないんだけど、うんね、そんな感じでねもう痛恨の極みってぐらいね行きたかった試合でした。まあ、そしてですね、これでですね、16位との、ね、勝ち点差が9、そして残り3試合ということで、まあ残り全敗で16位のチームが全勝しても、ヴァンフォーレ甲府勝ち点で並ばれるだけ、あと勝ち点ど1上積みすれば、まあ、残留確定というところまでやってきました。ってことは、まあ、まず大丈夫だろうということでね、まあ、その16位のチームなんですけども、松本山がなんでね1点で抑えときゃいいのをそこで心折れたような2点2失点目をするかね、まあそれも結果ずっと結果だけ携帯でチェックしながらね、ちょうどその甲府のまあ前半と山形のその1点2点取られたあたりがね休憩でちょっと見てられたんですけども、まあねただこれで15位との勝ち点差5、ただねこの後15位14位との連戦なんですね。15位との勝ち点差5で、ただしまあで14位との勝ち点差は6と、ただ14位の鳥栖とは得失点差で松本が優位なんですね。つまりここで2連勝すればまあ神戸鳥栖との連戦ですから、神戸 の次の試合、もしくは鳥栖の次の試合、どちらかが負けでさえあれば、松本山川がね、まだ追いついてから、勝ち点差で15位に上がって最終節を迎えることができるということになるわけです。まあ、これもね、前も言いましたけれども、そういう下位のチームに勝って、まあ、上位にはどうせ勝てないで来たわけですから、下位のチームに勝って、リーグ戦進めていくっていうのが、残留を目指すっていうのがね、これまでの、まあ、今年の作戦だったわけですから、まあ、さすがに4連勝とはいかなかったけれども、まあ、あと2勝すれば最後に目が残るということになるわけです。まあ、そしてね、ここでね、神戸の試合が、まあ、ヴァンフォーレ甲府の話に戻しますけど、神戸の試合が実は松本との直接対決があるってことは、松本が3連勝、甲府が3連敗の場合、実はね、松本は神戸も追い抜く可能性が高いんですね。今、ヴァンフォーレ甲府と松本、ヴィッセル神戸の勝ち点差が5ですから、ここで負けた場合、残り2試合で、まあ、ヴィッセル神戸があと1敗すれば、まあ、松本が勝ち勝ち勝ちで甲府を追い抜く場合、神戸が甲府を追い抜けなくなるということで、実はですね、次節、甲府の残留条件っていうのが、一般的には、甲府が、まあ、今のところね大体こういう表が、ね、出回ってるんですけれども、実はね松本が勝った場合、神戸が負けていれば、その後の松本神戸の負けた方が絶対に甲府に追いつけなくなるということで、まあ松本が引き分けの場合も決まりますからね、神戸対松本の敗者が絶対に甲府に追いつけなくなるということで、神戸が負けた場合も実はヴァンフォーレ甲府残留が決まるんです。まあ、ですのでね、まあ来週はね甲府の勝利と、ヴィッセル神戸の負けをねちょっと祈りながらね、個性でね甲府の残留の瞬間を迎えようかなというふうに思っております。まあ、そしてですね、松本に関してはね、まあ今もちょっとお話しした通り、勝ち点差5、6の、ね、上位
うん、まあ、ちょうどすぐ上との2連戦がまだ残っているわけです。ここで2連勝して勝ち点6積み上げれば最後最終節、相手のゴール裏にもね、松田直樹の大きなビッグフラッグが多分掲げられているはずですからね。今から5年ぐらい前になるんですかね、あの松田直樹がちょうどそのシーズン最終戦の舞台、俺サッカー大好きなんすよと言い残して松本へと旅立ったあの場所で、そう、そのサッカー大好きの魂を受け継いだのは俺たちだと証明して3連勝で残留を決めると、まあ、こういったねストーリーをね今のところね思い描いております。ていうかね、そういうねドラマチックなことしてきたのが松本山雅なんでね、今年もそれでいきましょうよというね楽観的なノリでいきたいんですけど、どうでしょうかね。まあ、そしてね、甲府の方はね、もう来週決めて、あとの残り2試合と天皇杯、これまでとね、あのちょっと違う攻撃とかね、そういうあの阿部拓磨がね、本当はやりたいっていうねサッカーをね見せて、なんとかそれで残留してくれませんかね、阿部さんも。両方、あの阿部さんもっていうと今阿部拓磨の文脈で言ったけど、阿部翔平もね含めてね、なんとかね甲府でやっていってもらえればなと思っております。いやー、まあ、とりあえず今シーズンまだもう一息頑張っていきたいと思います。以上8位でした。